豪華寝台列車の専用ラウンジが公開されました JR 東日本は5月から運行を開始する豪華寝台列車トランスイート四季島の出発駅となる上野駅で乗客専用のラウンジプロローグ四季島を公開しました高級会社フェラーリもデザインした奥山清幸さんがデザインを担当しました 室内はゆったりとしたスペースで乗車前には飲み物などが提供されたりツアーを終えた後には乗客と天井スタッフでパーティーも行われます四季島は東北や北海道を1泊から3泊かけて周遊し旅行代金は最低でも32万円からと高額になっています